アントワーヌ・ラボアジエ、アントワーヌイコール・ローランド・ラボアジエ、ラボアジェなどとも、フランス語、アントイネ・ローランデ・ラボアジエ、1743年8月26日から1794年5月8日は、フランス王国パリ出身の科学者、貴族、質量保存の法則を発見、酸素の命名、フロギストン説を打破したことから、近代科学の父と称される。 1774年に体積と重量を精密に測る定量実験を行い、化学反応の前後では質量が変化しないという質量保存の法則を発見。また、ドイツの科学者、医師のゲオルクシュタールが提唱し当時支配的であった燃焼は一種の分解現象であり、フロギストンが飛び出すことで熱や炎が発生するとする説、フロギストン説を退け、 1774年に燃焼を酸素との結合として説明した最初の人物で1779年に酸素をオキシジェーヌ、オキシーゲンと命名した。ただし、これは酸と酸素とを混同したための命名であった。しばしば酸素の発見者と言及されるが、酸素自体の最初の発見者はイギリスの医者、ジョン・メイヨーが血液中より酸素を発見していたが、 当時は受け入れられず、その後1775年3月に、イギリスの自然哲学者、教育者、進学者のジョゼフ・プリーストリーが、再び発見し、プリーストリーに優先権があるため、厳密な表現ではない。なお、プリーストリーは、酸素の発見論文を1775年に、王立協会に提出しているため、科学史的に酸素の発見者とされる人物は、プリーストリーである。 また、科学的には、誤りではあったが、物体の温度変化をカロリックによって引き起こされるものだとし、これを体系づけて、カロリック説を提唱した。1743年8月26日、フランス王国パリに、裕福な弁護士である父の下に生まれるが、ラボアジエが5歳の頃に母を失い、莫大な遺産を引き継いだ。そしておばの下で育てられた。 1754年より1761年までで科学、植物学、天文学、数学を学ぶ。その後は父の職を継ぐべく法律家を目指した。1761年からはパリ大学法学部に進学して1763年に学士号を習得。翌年1764年には弁護士試験に合格して高等法院法学士となるが、 パリ大学在学中に、同国出身の天文学者であるニコラルイド・ラカーユ。博物学者のベルナールド・ジュシュからは、植物学を学び、以前からラボアジエケと信仰があった。博物学者、鉱物学者のジャンイコール・エピエン・ヌ・ゲタールからは、地質学と鉱物学を、科学者のからは科学を学んで、自然科学に興味を持つようになる。また、 法学部に在籍しているにもかかわらず科学の講義を聴講したり、希望峰に滞在して天文学の研究をしたり、ゲタールと共にフランスの地質図作成に協力した。その後もゲタールとアルザスイコール、ロレーヌなどを旅行して各地を回った際、各地方の石膏に関心を示して比較研究をしたことがラボアジエの最初の研究であった。 この石膏に関する研究は後にラボアジエの突起すべき定量実験の兆しであり、推測ではない確実な実験が重視されている。1766年にフランス科学アカデミーが都市の街路に最良な夜間照明法というテーマで論文を検証募集し、ラボアジエは最初に表した論文にもかかわらず1766年4月9日に当賞を得て、 時のフランス国王であったルイ15世より金メダルが授与された。その後、ゲタールと地質図作成の旅行で集めた飲料水の分析した結果を発表して1768年5月18日にフランス科学アカデミーの会員となった。この頃よりイギリスの科学者で物理学者のヘンリー・キャベンディッシュが水素を発見したが、ラボアジエは水や燃焼に興味を示して、 当時支配的であった4大元素説で、水は土に変わることがあるという説があったが、同年末から翌1769年にかけて、水をガラス容器に入れて101日間も密閉状態で沸騰させた後に正確に重さを測る実験、ペリカンの実験を行い、水は土に変化しうるという説は正しくないことを示した。1768年に、 フランス科学アカデミーから空から巨大な石が落下して農夫が働いていた近くの地面にめり込んだという報告書の検討を依頼された際、ラボアジエは空から巨大な石が落下することは絶対にないと思い目撃者の勘違いか嘘と返事したラボアジエは裕福で資産を十分に持っており実験器具を買うお金があったにもかかわらず実験器具を買う費用を 資産からは出さず、自分の資産を有利に運用しようと、1768年頃より、徴税受けおい人の仕事、市民から税金を取り立て経済的に苦しめ国王に引き渡す代わりに、自分は高収入を得る仕事で、しばしば市民を過剰に苦しめたので、当時の市民から憎まれていた職業に就いた。また、ラボアジエにとって、実験とは、道楽であると物理学者の小山慶太は述べており、 週に一日は、実験にふけり、ラボアジエは、その一日を、幸福の一日、と呼んでいた。1771年12月6日、朝税受け追い人長官のジャック・ポールズ、ジョック・ポールズの娘である、マリアンヌ・ピエレット・ポールズと、パリにあるで結婚する。二人の間に子供はできなかったものの、妻マリーアンヌは夫ラボアジエの役に立とうと、英語、ラテン語、イタリア語を学び、 科学や絵画の描き方などを習得。そして、アイルランドの科学者である、リチャード・カー・ワンやプリー・ストリーの論文や手紙を、ラボアジエのためにフランス語に翻訳し、実験の際には、非常に細かい点までスケッチし、記録に残した。1772年頃には、貴族の地位を金で得た。1775年頃は、火薬小石公社の火薬管理監督官となり、 翌1776年には、兵器賞、砲兵工賞に移り住み、そこに実験室を作り、実験の大部分をそこで行うことになった。また、マリーアンヌも自身のサロンを構え、客人を招いていた。余談だが、この実験室は他の科学者たちが集う場所として有名になった。同実験室で、大砲用の火薬を改良し、小石の生産量を大幅に増やして、 火薬の製造力を増大させた。そして火薬に炭酸カリウムを入れるとか力が上がることを発見して農家に報酬金を支払うことで小石を作らせた。このようにラボアジエは農業にも関心を示し、後に王立農業学会、フランス政府の農業委員会に加わることとなった。1774年1月に上記のペリカンの実験より、 化学反応の前後では、質量が変化しないことを見出し、質量は変化しないとする法則、質量保存の法則を発見。当時は、燃焼を説明する理論としては、シュタールのフロギストン説が最も知られ、主流、正当であった。同説は、燃焼とは一種の分解現象だと説明し、燃焼物中に含まれていたフロギストンが出てきて、熱や炎となるとされた。 ただし、一般に燃焼によって重量が軽くなるのに対し、金属を加熱して金属倍にすると重量が増すことが明らかになっていて、その矛盾が課題になっていた。ラブアジエは1772年に、まずリンを燃焼させる実験を行ってその重量が増加することを確認し、それに続いて用についても燃焼実験を行い、同様に重量が増すことを確認したが、 この燃焼実験の時に空気が吸収されたことから燃焼の時に重量が増加する原因は空気が燃焼物に吸収されることによるのだと考え1773年初頭に燃焼と重量増加の問題を徹底的に調査しようと決意したこの段階でラボアジエはフロギストンの存在を否定したりはせず燃焼時にはフロギストンと空気が入れ替わるとした またラボアジエは吸収される空気はブラックが1755年頃発見した固定空気、現在でいうところの二酸化炭素ではないかと推定していた。なお、ラボアジエは1773年2月20日付の実験ノートに科学における革命になると書いた。1774年4月にはレトルトに鈴を入れて加熱し、 燃焼によりできた鈴舞の重さを比較するレトルトの実験を行いアイルランドの貴族で科学者のロバート・ボイルが提唱した火の粒子フロギーストンは存在しないと判断同年の11月12日にフランス科学アカデミーでそれを発表したなお同年の10月にプリーストリーがフランスを訪れ彼から水銀会を加熱すると何らかの期待が出てくるその期待は 燃焼を助けるという話を聞いた。翌1775年にラボアジエは酸化水銀を強熱してある種の気体を得る実験を繰り返し、その気体と固定空気イコールに酸化炭素とは別のものだと断定した。彼はこの気体と結合することで酸が生じると考えたので、この気体をオキシーゲンオクシジェーヌ酸の元となるものという意味と命名した。 燃焼とは、この機体と物質が結合することだと気づいた。だが実は、スウェーデンの科学者で、薬学者のカール・ビル・ヘルム・シェーレーが1773年頃に、その物質を、すでに発見しており、傷んだ空気と呼んでいて、未発表であったに過ぎなかった。百七十七年に燃焼は、物質と気体が結合することと説明し、百七十九年に、その気体を、 オキシいゲン、酸素と名付けた、実際は、水素イオンであった。1781年に、キャベンディッシュが、別のある気体と酸素を混ぜて、水を作り出した実験に関心を示したラボアジエは1783年に、キャベンディッシュが行った実験を、定量実験を用いて、追試し、水は元素でないこと、物質が組み合わさってできているものであることを証明し、その別の気体を、 水を作り出すもとであるという理屈で、ハイドロージーン・イドロジェーヌ、水のもとという意味と名付けた。最初は、フロギストン説に肯定的であったラボアジエも1783年を、気にして、フロギストンに関する論文を表し、フロギストン説を公然と完全否定するようになった。1782年から、翌年の1783年にかけて、同国出身の自然科学者、 数学者、物理学者、天文学者であるピエール・シモン・ラプラスと共に氷熱量計を作り、1777年には動物の呼吸というのは一種の燃焼であることを実験によって裏付けた。つまり酸素と結合することであると示した。1787年、ラボアジエは同国出身の科学者で一種のクロード・ルイ・ベルトレイやルイ・ベルナール・ギトンド・モルボー、 だと共に新しい科学用語が書かれた科学命名法を表した。これは元素に新たな定義を与え物質の命名法を定め、また水の成分が酸素と水素であると記したものであった。ただし、これについては実はラボアジエに先立ってキャベンディッシュがすでに発見していて最初の発見者は彼なのだが、 かなりの変わり者で人間嫌いだったキャベンディッシュは、ラボアジエの発表に何の関心も優先権も主張しなかったため、ラボアジエに優先権が発生することとなった。同年の1787年からは、彼が所有地を持つオルレアンの地方議会で第三身分の大議員になっていた。フランスでは、当時、先制的な王が無駄遣いや贅沢の限りを尽くし、国民を苦しめており、 1787年には貴族らも王権に反発し、反抗を始めていた。1789年、ラボアジエは、法薬名、科学の始めを出版し、そこで現在の元素に相当する33の単一物質のリストを示した。これにより、科学の革命を成し遂げた、とも言える。ただし、そのリストには、カロリック、熱素も含まれている。 13個の図版はマリー・アンヌが手掛け、第1部には機体の生成分解、第2部は塩基や酸、塩に関する記述、第3部には科学の実験器具とその操作について書かれ、質量保存の法則についての明確な記述が書かれてある。ちなみに、科学言論は出版からその後の10年間、ヨーロッパ全土で標準的な教科書とされた。なお同年、 ラボアジエは新たに窒素ギリシア語で、生命がないという意の表現、アゾティコス、アズティコスにちなんで、アゾート、アゾテと名付けた。同年1789年7月14日には、バスティーユ襲撃が勃発し、フランス革命が進行。当時、ラボアジエは、パリで貴族階級の補足大議員を務めていた。1790年には、核温度を測り、 体積の上流水の質量を測定して、新しい質量の単位を受け継ぎするため、震度量法法設立委員会の委員を務めた。この頃には、ラボアジエの実験の対象は、機体の科学から、呼吸と燃焼の関係性を調べる、生理学的なものに移っていった。1791年に、調税受け負い制度が廃止されたが、ラボアジエは、フランス国王ルイ16世に、 財政的な腕が買われて国家財政委員に任命された。ラボアジエはフランスの金融や徴税制度を改革しようとした。フランス革命がひたひたと進行する中、1792年、ラボアジエは政府関係の職をすべて辞任し、兵器省にあった住居、実験室でもある住居からも引っ越し、科学アカデミーの活動に専念する。しかし、 革命によりフランス科学アカデミーも閉鎖となり、ラボアジエの呼吸と燃焼に関する生理学的な実験は途中で終わった。1793年11月24日には、革命政府は、それまで先制的な王の手先、共犯者となり、市民を苦しめていたものである徴税受け負い人を全員逮捕すべく指名手配した。彼ら徴税受け追い人は、市民から、 正規の税に加え、しばしば不当で高額な手数料をさらに取り、市民を苦しめていたためである。ラボアジエは自首したが、徴税受け追い人の娘と結婚していたことなども理由に投獄された。しかし、ラボアジエはそこまでひどい徴税はせず、むしろ税の負担を減らそうと努力していた。1794年5月8日、革命裁判所における審判で、 フランス人民に対する陰謀との罪で死刑の判決が下った。ラボアジエの弁護人は、ラボアジエの科学上の実績を持ち出して、弁論を行ったが、共和国に科学者は不要であると裁判長のに指摘され、その日のうちにコンコルゾ広場にあるギロチンで処刑された。なお、ラボアジエが、東国、処刑された理由については、革命指導者の一人で、科学者でもあった。 ジャンイコール・ポール・マラーが、かつて学会に提出した論文が審査を担当した、ラボアジエによって却下されたこと、定量実験をモットーとするラボアジエによれば、実験もせず憶測の内容であったため却下への逆恨みによるものである、とも伝えられている。同国出身の天文学者である、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュは、ラボアジエの死に接して、彼の頭を切り落とすのは一瞬だが、 彼と同じ頭脳を持つ者が現れるには100年、かかるだろうとラボアジエの才能を惜しんだ。2013年現在では、パリの主役所には、ラボアジエの功績を称えて像が飾られている。ラボアジエがギロチンにかけられる際、処刑後の人に意識があるのかを実験するため、周囲の人間に、残首後、可能な限り、瞬きを続けると宣言して、 実際に瞬きを行ったという話がある。しかしながらラボアジエの処刑は35分間で26人を処刑する流れ作業の途中で行われ、その場にはラグランジュら数名の科学者が立ち会ってはいたものの、警察官の列によってギロチンから隔離されており、そのような実験をする時間も猶予もなかった。また、実験を依頼されたのはしばしばラグランジュとされているにもかかわらず、 ラグランジュの著書にそのような記述は全くない。よって、これらの話は事実ではなく、防流医師の1905年の論文などをもとに1990年代以降作られた都市伝説であると考えられる。1998年にディスカバリーチャンネルで放送された番組ギロチンの中で神経外科医の解説と共に出所不明のまま取り上げられてしまったことで、 この都市伝説が広まってしまったと歴史家の前線は指摘している。また、かつてサーモフィッシャーサイエンティフィック社がラボアジエのデスマスクを所有していると主張した時期があるが、こちらも元作であると考えられる。ラボアジエは、科学言論で次の33項目を単一物質として挙げている。この十三のうち、光と熱素、五つの土、放散元の軽圧は、 現在では元素として扱われていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。